レンズが入ってなかった。まあ目は 2.0 ですからね、よく見えますよ。座右の銘が聞けなくて残念だけども、やっぱりきっかけって言葉かな。きっかけって言葉が花屋龍馬さんを今代弁するとしたらその言葉になるかなと思いますね。きっかけね、こう吉と吉、要するに喜びと喜びってありますよね。吉吉と吉を掛け合わせてきっかけっていう風なね、そんな由来があるとかないとか聞きますけども、まあ、きっかけっていうのもね、いろんな派生する言葉があるもんで、人生のきっかけ、出会いのきっかけ、それとも転落のきっかけ、失敗のきっかけ、まあ、いろいろとねチャンスっての訪れるもんです。さあ、速稼塾の久保でございます。今回の動画なんですけども、花屋龍馬さんからのねメッセージにちょっと何を返信しようかなと思った。別にちょっと今回は短かったですね。短かったのとプラス見ると視聴回数2で、なぜかねその2のうちの1人は私でしょ。で1人がねなんかサムスダウンをしてるんですよこれ。だから私がねこれサムスアップをして釣り合いを撮っておきますからね。釣り合いを撮っておきますんでね。で、動画概要欄を見てみると、花屋龍馬在宅ワークチャンネル登録2250人、すごいじゃないですか。で、花屋龍馬オンラインサロン在宅ファミリア、入会希望の方はこちらからお問い合わせくださいということで、公式 LINE アカウントね、ファンクラブと遊戯王転売1000人編というのがあります。1000人編っていうところがねなかなか面白いですね。あの隠居会っていうのは、ね、ランクがあってね、まずはね隠居っていうのが入門編なんですよ。隠居の次が、まあ、名人っていうのがあってね、名人の上が達人っていうのがあって、達人の上が極人ってあるんですよ、極める人っていうのが。その上が1000人なんですよね。で、私もだからその隠居会のねこのいろんなね層の中で今一番下っ端なんですよ。で、1000人を目指すのかどうか分かりませんけども、そのうちなるかもしれないですね。まあ1000人というとね、1000人いるのかって言ったら別にいなくって、なんか日本に1人か2人しかいないらしいんです、1000人ってのは。で、大陸の方にも1人か2人いて、まあ地球上でね5人から7人を推移してるらしいんですよ。なんせ1000人っていうのは霞を食っていけるでしょ、どこにいるかも分かんないんですよ。で、いつ死んだのか、いつまで1000人をしてるのか全く知れないんですよね。まあそういったねバーチャルリアリティみたいな世界に私たちは住んでるわけですけども、実は今ねある会社のインタビューを受けていてですね、インターネットのインタビュー、それが自分とは普通の人とは違う独特な体験は何かありますかみたいなことを中心にインタビュー形式で話が1時間ほど進んだんですけども、振り返ってみるとね、まあ私は YouTuber として今生きてるわけなんですけども、チャンネル登録1万人以上いるわけなんですよね。じゃあチャンネル登録が1万人以上いる YouTuber ってどのくらいいるのかなと思ったら、まあ、上位 0.2% だっていうふうに聞いたことはあるんですよ。でも 0.2% っていうと例えば1000人中2人でしょ、結構いるなと思うわけなんですよ。そうなると1000人中2人だったらね、だからこれが1万人中1人くらいになっても日本に1万人いるってことですからね。だからね結構ねありふれてるんですよね、どんなことをしても。まあその中で私を形作るものがあるとすれば、その YouTube を通じて知り合った方と実際リアルで会うっていうことかなと思います。それは花屋龍馬さんもねしてくださってると思いますけども、まさにねきっかけといえば YouTube がきっかけになってあなたに会いに行った、こういうところがね私の人生の途中から新しいきっかけになったかなと思いますよね。でもねその前からあるんですよ。こうやって本とかを見て例えば竹中平蔵さんの書いた本を読むじゃないですか。したら竹中平蔵さんって会えるのかなと思ったら慶応大学にいるから、まあ、慶応に行けば会えるんだなっていうところで、まあ今の時代ね、やっぱ誰かに会おうと思ったら会えることは会えるんでしょうねきっとね。ただそこで会おうと思わせてくれるような人に出会えるかっていうことと、自分が誰かにとって会いたいと思っていただけるような人になっているかっていうところが、まあ私のテーマではあったりするんですけどね。それからですね、これからのこの少子高齢化の中でやっぱり世代の違う人とどれだけつながれるかなっていうのが一つのポイントになると思うんですよ。世代が違うのに毎日のようにキャッチボールができるってことはお互いに尊重するところとか学び合うところがあると思うんですよね。まさに私48歳もう50歳になろうとしてる私と20代の花屋龍馬さんがこうやって毎日ねキャッチボールができるのはありがたいことだなと思いますよね。で北海道っていうのもね広いですからね、私はね広島市ってとこに行った、北広島市ってとこに行ってみたんですけどね、なんかそのまあ住めば都かなと思うところでございます。今回はそんな感じでね適当にベラベラと喋ってみましたけども、何が言いたいかっていうとね、まあ人生のきっかけをつかむのはあなた次第ということですよね。じゃあ今日はこんなとこですかね。じゃあ気をつけて帰ってください。中身のない動画になってしまいましたけども、皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。特にテーマを決めて喋らないとねこんなもんなんですよ。ですので次はね、次回はちょっとこうパリッとしたテーマでお送りしたいと思います。タイトルはですね年の瀬恋愛についてです。それでは行ってらっしゃい。